よう、久々だな、清宮、元気か？まのっちでございます。よろしくお願いします。はい、よろしく、よろしく。ポケモンレッツゴー、清宮、やっていきましょう。ちょっと早速ね、コメント読んでいきたいと思います。スロットがあるのは玉虫シティですってことを教えていただきました。花田シティ、シオンタウンを経由って書いてあるんですけども、どこですか？シオンタウン、花田シティ、花田シティ、ん？どこだ？あ、花田シティ。なんか難しいね。で、あの、ディグダの穴から、ニビシティに戻れますよーと。ニビシティってどこですか？マップがマジで覚えられねえ。ニビシティ、ここか。え？ディグダの穴からニビシティに戻れるって相当長いのかな？ディグダの穴って。今日にディグダの穴をやろうと思ってるんですけどね。で、スロットは玉虫シティにあるらしいんですけども、レッツゴーピカチュウ版だとスロットがなくなってるらしいんですよね。スロットやりたかったな。セーブリセット繰り返してめっちゃお金稼ぎたかったんですけど、ちょっと無理っぽいですね。ありがとうございます。前回コイル戦ですね。コイルって鋼タイプも入ってるみたいで、格闘技も効果抜群ですよっていうことを教えていただきました。いや、なかなか難しいな。ありがとうございます。もうコイルに関しては今ので覚えた。ありがとうございます。ポケモン見た瞬間に何のタイプか分かんないのがちょっとしんどいところはあるけどね。そうですね、この第一印象に縛られずいろんな技を出してみるのもいいかもしれませんね。ちょっといろいろ試しながらやってって覚えてきて、覚えていきます。ありがとうございます。効果今一つを気にしてみてはどうですかというコメントをいただきまして、で、俺がホワイトボードにメモってたのって効果抜群のやつしかメモってなかったんですよね。で、ちょっとホワイトボードの隙間がなくてどうしようかなと思ったんですけども、表があったんで、相性の表が、それを、プリントしておきました。なんで今度からこのプリントを見ながらね、やっていきたいなと思います。ありがとうございます。T 岡田さんから、コメントいただきました。まのっち、俺のこと忘れてないよね。ただこれのために作ったアカウント。いやー、なんかありがとう。そういう風に楽しんでもらえてすごく嬉しいわ。忘れてないけど、もうまだしばらく預けたまんまにしとくね。よっしゃ、やっていこうか。まずはこのディグダの穴入っていきましょうか。コメントを見る限りだと、ここでなんかストーリー的なことはなさそうなんだよね。多分、ニビシティだっけ、帰れるの。そこに帰るだけの、長い洞窟、長いんだ。もしかしたらちょっと動画の中ではカットかもしんないかな。まあちょっと探索しながら歩きはするけども。ここ、いわくとかいない？なんかいわくとかすげえいそうなんだけど。とりあえず、もりもり歩いてって、あれ、なんか、モンスター、あ、ディグダだ、ディグダだ、ディグダ！ディクソン、ゲットだぜ！ていうかさ、今ディグダ捕まえたらさ、経験値180ももらえたぞ。相当経験値高いぞ、ディクソン。ていうかここ何にもないのかな。なんかほんとなんか何にもなさそうなまま。てかあれだね、ああなんかいる、なんかいる、なんかいる。結局捕まえられず逃げられたわ。いや、もうスーパーボールとかで行った方がいいのかな。ちょっとまあここら辺とやるのは動画撮ってない時にやるね。テンポ悪くなっちゃいそうなんで。もう洞窟抜けた？これで俺ただただニビシティに帰れるだけ？2番道路。いや、ごめん、2番道。待って待って、なんか覚えてる、ここ。これ、左の方行ったらすぐあれじゃない？町じゃない？なんか家があるぞ。はい。僕覚えても全然覚えてねえ。誰だお前。いや、知らん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 。え、まあ、なんかちょっとなんかいいものらしい。あ、はい。やべ、めっちゃフレンドリーに来たけど、マジで誰か分かんなかった。なんかもらえんのかな。来ましたね。早速いいものを見せましょう。実は僕、秘術輝きをマスターしたのですよ。うん、はい、真っ暗になりましたね。ここで心を落ち着けて、なんか風俗の、待ってる時間みたい。深く深呼吸をすると、どんなに暗くても周りの様子を感じることができる。そう、できるにちっちゃい壺つけてまでね。うわ、わかんない、電気つけたようにしか感じないけど。
はい、はい、多分後に真っ暗な洞窟に行ってこれを使うってことか。ってことはあれかな、あの真っ暗な洞窟に行けばキサギリと同じように勝手に使えますかって言ってくれるんだよね多分。はい、まあ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 、岩山トンネル花田シティから右に、いやーやべえ、ごめんごめん、花田シティがどっかわかんねえもんな。よし、とりあえず行くか。てかあれだね、 RPG 系はほんと毎日やんないとダメだね、ま、マジでわかんなくなってる。お、どうした斉藤。いやお前いいやつだな、助手にさん付けだもんな。はい、教えてもらったよ。うわーむず、いや一緒に行こうか、一緒に行こうか。じゃあ、なんかすごい明るい曲だけど、あれは泥棒の街だよね。はいはい、じゃあな、はいはいはい、バイバイして、待って、なんか俺進めたかったところとなんかうまいこと言ってない気がするんですけども、とりあえず岩山トンネルまだカットになるかな。まだあの岩山トンネルに向けてちょっと移動してる最中なんですけど、ちょっと今こいつ回収できんだよね、ティオカだね。ちょっと回収してみよっか。4育てたら20ぐらいになってない？まあちょっともう500円全然安いです、安い。20レベルでギャラドスに進化だよね。うん？あ、そんなんももらえるんだ。ありがたい、ありがたい。はい。ちょっとレベル見てみましょうか。T 岡田。20レベルで進化だから、もうそうなったらちょっともう連れてく。もう回収するわ。あ、こいつゲットしといた。鬼ドリル。19、惜しいな。いや、もう連れてこうかな。19でしょ。19だとすぐなんだよな。やっぱちょっと進化する瞬間を見たい。次のレベルまで210。すぐだな。よし、連れてこう。来たぜ、T 岡田レベル20来た。あれレベル20でギャラドスだったと思うんだよな。俺が昔やったポケモン赤緑は確か、あ、来た。頑張れ頑張れ、進化しろ、頑張れ。うわー、かっこいい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 。いいねー、いいよ、T 岡田強くなったよ、かっこいいよ。水と飛行なんだね、凶悪ポケモン。いや、でかいぞ、6.5 メートル、235キロだぞ。大昔、町を焼き尽くした記録があるんだって。へぇ。噛みつく、はい。10番道路ってとこまで出ちゃったけども、岩山トンネルはどこにあんのかな。いや今ね結構振り回されちゃってんだよね。あ、今ここか。あ、ポケモンセンターがあるんだね。そこでちょっと回復できないね。この上の方かな。あ、なんかと当たっちゃった。ロケット団がいたぞ。は、はい、ちょっと待って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 、おかげでロケット団のメンツ丸つぶれ。このままじゃボスに顔向けできないじゃん。ボスって武蔵とか小次郎のこと？あれ、武蔵と小次郎もロケット団だよね。ん、なんだ、かっこいいめちゃめちゃかっこいい。誰この姉ちゃん、なんだこいつ、まとめてやっつけてやる。あ、ロケット団ってか、ロケット団の後ろにいる茶髪の女の子、かわいいっぽい気がする。こっちの3人は私が相手してあげる。はい、そっちの彼は頼めるかしら。
いや難しいです。めっちゃ選択してめっちゃ選択してこの難しいとですの間に入ってるスペースがいい味出してる。難しいです。主のこと言わない。怒られちゃった、怒られちゃった。よっしゃやろうか。まあちょっと今回移していきましょう。あれ出そう、あれ出そう、あれ出そう、ティオから出そうぜ。もうちょ、誰かによるんだよな。ラッタ、俺の予想ノーマルだな。あ待ってよ、いやこれねいけそうな気がするな。ちょっと待って、もう入れ替える。確かねティオがね噛みつく覚えてんだよね。ちょ噛みつくの能力を知らないんだけど、また説明。悪か、そう格闘じゃないのか。いやめちゃめちゃ攻撃力あるね。めっちゃ強くない？ティオカだ、めちゃめちゃ強いと思うんだけど、ちょっと入れ替えるわ。デビュー戦ですよ。うわーでっかい、かっこいい。わ、もう勝ったわ。だってでっかいもん、大きさで勝てるわ。よし噛みつけやろうぜ。命中なんぼだっけ。いや待って、ここので巨体で跳ねて、この巨体で跳ねてみて跳ねよ跳ねよ、どうせいつか忘れる技だから今のうち跳ねとこう。いや死にはしない、大丈夫だ。思ってたんと違うもっとビッチビチに跳ねてくれると思ってた。よし、噛みつくなら怒りの前歯なんだ。危ない、負けそう負けるこれは負ける。あとね、そう見たいのあったんだよな。あの清宮がね、あの雷って技覚えたの。命中70なんだけど威力が110ですげえ高いんだよね。ちょっと見たいんだけどもね、あの10回しか使えなくてさ、めちゃめちゃ強そうなんだよね。まあ、ちょ、まあ、あれはもうあれなんで、ちょっと俺の中でいざという時の奥の手なんだよね。なんか一発逆転の技みたいなちょっといい印象があってさ。え、何防御、あ、はいはい、いや大丈夫、もう今から俺一撃で殺してやる、二度蹴りで殺してやる。一発で済んだな。はい、いやちょっと T 岡田いいな、ちょっと気に入ったな。なんか いい技覚えさせたいね。ちょっとまだ今技が全然ないから。え、この人誰なんだろう。なんか後のジムリーダーっぽい気がするけどな。氷ポケモンいいな、俺も氷ポケモンと欲しいな。私はポケモンリーグ四天王のカンナ、四天王なんているんだ。氷を使ったプレイか、やったことないな俺は。あなたやるわね、想像以上だわ。そうでしょう、なるほど、ジムバッジ集めてるのね。あなたがポケモンリーグに挑戦してくれること楽しみに待ってるわ。それじゃあまた、またね。え、バッジ全部集めてそのポケモンリーグに出れば終わりってことかな。あ、敵がいる。え、待ってよ、一回ちょっと寝るわ。寝て二人倒してで今日終わりましょうか。ちょっといろいろこれちょっとまず話すわ。岩山トンネルに入るのは明日じゃねえな、次の動画にしましょう。でもしかしたらちょっと今日の動画尺短いかもしれないけど、ごめん、今俺これ撮影終わったとすぐちょっと用事があってさ、あんま長く撮れないんだよね。じゃあちょっと最後にこいつと戦って終わろうかなと思います。はい、お姉さん胸貸してくれるの、いいの、いいの。じゃあ今日最後ねこの人戦って、いやできればあれだな、覚えたての清見の雷がみたいな、ニョロゾってなんだ。あ、こいつ水ポケモンだな。よし来たな、雷行こうか。ちょっと待って、まずはちょっとポケモン入れ替えなきゃいけないんだ。清宮にして雷当てたいね。命中70ってのがちょっと怖いんだよね。ただ当たったらめちゃめちゃ強いと思うんだ。え、嫌な予感しかしないんだけど。寝た、
寝ちゃったぜ。どうしようどうしよう。眠気覚まし、あ、なんかいっぱいあるわ、使ってみようか。ポケモン1匹の眠る状態を回復する、ちょっと使っとこうか。今まで俺アイテムって使ったことないんだよね。これ一旦消費されるの？これでまあ目覚ますでしょ。なんかわかんないけど避けてくれた。あー、やっぱり一旦は消費するんだね。まあしょうがないか。じゃあちょっとこの雷、命中70ってのはちょっと怖いけどね。ちょっとまあやってみよう、当てるまでやってみようか。当たるのかな。ライディーンみたい、かっこいいじゃん。雷魔法みたいじゃん、本当に超かっこいい、かっこいい、いいね。はい、おいいわ。なんか技覚えねえかな。オッケー、怒り出すか、つい出すか。相手のポケモンにウルティを出すぞ。怒りざる、格闘っぽい気がするすごい格闘っぽい気がするけど、怒りざるよりさ、怒りざるよりさ、 T 岡田の怒りの方が絶対強いと思うんだよね。怒りって何ですか、マジで怒りって何ですか。技説明見よう。ノーマルなんだ。技説明、技を出したとき攻撃を受けると怒りの力で攻撃が上がる、攻撃力が上がるってこと。出す、気に入ってっから出す超かっこいいんだよ T 岡田。大丈夫、いざとなったら跳ねるから俺、大丈夫だ。なまら怒ってる。なんかちょっと腕も足も太いな。こっち腕も足もねえからな。いや、まずはここであれだな、怒りだな、怒りをいこう。怒り、はい、ほら怒ってるぜ。弱い、うん、どうしようかな、どうしようかな。とりあえず噛みついて交代しよう噛みついて交代するぞ、もうそれしかないぞ。お、怒りのボルテージが上がっていく。何わかんないけど、うわー、よし交代だ。こいつはなんだ、多分格闘だよね。飛行だな、飛行行こうか、取りたいんだな。頑張れ鳥谷。なんやかんやね、あれですか、でも初期メンバーとしてずっと残ってるからね。やばくないやばくない、めっちゃ怒ってんじゃん、めっちゃ強いじゃん。いや大丈夫だよ、これ一発で殺してる。やばい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 、死ね。いや、なめんなって、電光石火あるから、電光石火で残りを削れるとは思えないけどな。何度か削るんだよ、そこを削るんだよ、電光石火でさ。いけ、あー、なまら強え。待って、これってさ、俺思ったんだけど、向こうの攻撃から始まることはないよね。ってことはここで T 岡田倒出せば T 岡田倒せんじゃねえの。やばい、すげえ天才的発想だ。これで倒して終わるから、これだな体当たりだ、このでっかい体で体当たりしようぜ。いや大丈夫、死なないのは知っているんだ。よーし、体当たり、強かったな、怒りざる、めちゃめちゃ強かったな。あ、けどこれであれだよね、なんやかんやの技マシーンもらえるよね。いいよいいよ、みんなレベル上がって、どんどん上がってって。はい、はい、瓦割り、あ、今の使ってたやつね。どんな効果あんの？光の壁やリフレクターも割っちゃうよ。うん。いや、そんだけ言われても、そんだけ言われても、情報がペライ。あ、ていうか、技マシンでさ、なんか覚えさせよっか、ギャラドスに。あ、覚えられないんだ。格闘の技なんか覚えさせたかったんだけどな。あ、成瀬に覚えさせられるんだ、瓦割り。
うん、まあちょっと俺とりあえずなんか覚えさせようか。なんかあんまりね、ちょ、なるせね、パッとした技が ないんだよね。引っかくとかいらないでしょ。うん、これ忘れさせよう。まあいや、ここら辺はあとで適当にやっていくわ。待って、地球投げ、地球投げ、地球投げ T 岡田に覚えさせたいの無理かな。無理か、地球投げ。うん、え、 T 岡田10万ボルト使えるの？いや、 T 岡田頭突き覚えられないの？あ、覚えるんだ。 T 岡田の頭突き絶対強いでしょ。まあいいや、ここで終わりましょうか。ちょっと動画の尺的にどうかわかんないんですけども、ドアップ